クロードは伊予の国に行き着いた。今はの苦しみが形を成したような世界だ。この地で定めが変わる。ここで伊予を止めねば対馬に死の風が吹きすさぶであろう。我を死に至らしめたのは対馬だ。クロードよ、これが我の国。ズシが守ろうとする者どもに落とされた地だ。かつて我は力ある巫女であった。だが対馬を滑る連中が我を妬み、密かに葬ろうと企てた。奇妙な形の石がクロードの目に留まる。いかなる狙いで置かれているのだろうか。行く手は遮られている。クロードは鍵を探した。クロードは狙いを誤たなかった。おのれを思いたがえるな。来い、その首叩き切ってくれる。